皆さん、こんにちは。デビュー当時はそれほど話題にならなくても後から人気を集め、絶版となってから中古車人気が維持されている車があります。登場が早すぎたのか、中古でお手頃になったから人気になったのか、理由は様々です。そこで今回は、発売時よりも中古車市場で人気があると言われる車をご紹介します。1. 日産フィガロ。いわゆるバブル期に日産は初代マーチをベースとして、遊び心を持ったレトロ調なデザインの内外装とした複数のパイクカーを限定販売しました。第1弾となった B1 は、愛嬌のあるフロントマスクに丸みを帯びたボディライン、開放感あふれるキャンバストップで人気となり、受注が殺到。第2弾のパオは、サファリの冒険気分をコンセプトとした外観で、特徴的な上下開きのバックドアや開閉可能な三角窓など、1960年代のフランス車を思わせるような車でした。そして第3弾となる1991年に登場したフィガロも、 B1 やパオと同様にマーチをベースにしながらも、手動で開閉するルーフを持ったコンバーチブルクーペで、重量増に対応するためにマーチターボの1リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載。クラシカルな外観は一見ツーシーターのようですが、狭いながらもリアシートを備える4名乗車で、内装もクラシカルな車体のタコメーターやパネルに設置されたトグルスイッチ、CD プレイヤーを備えながら、古い車の5ボタンラジオのようなデザインの純正オーディオなど、こだわった演出がされています。2. 日産ラシーン。日産は1993年の第30回東京モーターショーにサニーをベースにした 4WD のコンパクトクロスオーバー SUV の試作車を出品し、好評を得たことから、翌年ラシーンとして発売しました。前後を抑えた角張ったボディデザインは、和製ミニハマーとも呼ばれます。上下開きのバックドアに背面スペアタイヤを装備する横開き式キャリアを装備するなど、本格的なクロスカントリー車のように見えますが、実際は SUV の雰囲気を手軽に楽しむためのもので、アクロ走破性は決して高いものではありませんでした。デビュー時は 1.5 リッター直列4気筒 DOHC エンジンのみでしたが、1997年のマイナーチェンジでは 1.8 リッター直列4気筒 DOHC エンジンと、日産のフルタイム 4WD システムアテーサを搭載するモデルを追加しました。さらに同年に2リッターのスポーツ系エンジン SR20DE 型を搭載したモデルを追加。1998年にはワイドボディで3ナンバー登録となったラシーンフォルザも登場しました。その特徴的なルックスと、コンパクトクロスオーバー SUV という時代を先取りしすぎた感のある車でしたが、熱狂的なファンもいて、内外装をドレスアップするラシーン専門店もあるほどです。 3. ダイハツ2代目ミラジーノ。1997年にダイハツはクラシカルなイメージのミラクラシックを発売しました。しかし標準車の4代目ミラに取って付けたようなヘッドライトやテールランプというデザインはあまり好評ではありませんでした。そこでダイハツは1999年に
5代目ミラの追加グレードとしてミラジーノを発売。かつての名車コンパーノをモチーフにしたと言われる丸型ヘッドライトのフロントマスクやミラクラシックと同様にメッキ処理されたバンパーなどのクラシカルな演出を施しました。イギリスのアルミホイールブランドミニライトとタイアップし、モデル途中で追加したミニライトスペシャルやブリティッシュグリーンマイカのボディカラーは BMC ミニに憧れる若い女性たちからも人気となりました。2004年にはミラとボディを共用しないオリジナルデザインとなった2代目が登場します。車種は6代目ミラと共通でしたが、フロントウィンドウの角度を立ててリアピラーの傾斜をなだらかにしたことでよりクラシカルな雰囲気になりました。その後の2009年に後継車のミラココアが発売されたことで生産を終了しましたが、可愛すぎないデザインが功を奏したのか、一定の中古車人気を保っています。4ホンダ2代目クロスロード。1993年にホンダは提携関係にあったローバーグループから中型 SUV ディスカバリーの OEM 供給を受け、初代クロスロードとして販売を開始しました。ローバーの 3.9 リッター V 型8気筒エンジンを搭載する本格的な 4WD 車で、営業的に成功したとは言えませんが、いすゞから OEM 供給されていたジャズやホライゾンとともに RV 車のラインナップを形成しました。2007年に登場した2代目クロスロードは、2代目ストリームをベースにしたクロスオーバー SUV で、コンパクトカーなボディサイズでありながら全幅をワイドにして高い居住性を持った3列シート7人乗りの車でした。搭載するエンジンはストリームと同じ最高出力140馬力の 1.8 リッター直列4気筒 iVTEC と150馬力の2リッターが設定され、駆動方式は FF と 4WD を選ぶことが可能でした。現在の SUV に比べると小型な部類で、ちょうど良いサイズとユニークなデザインで、生産終了から10年近くになった今も中古車市場で密かな人気車となっています。5ホンダ5代目ライフ。ホンダ N3-360 の後継車として1971年に登場した初代ライフは 360cc の軽自動車でありながら、バランサーシャフトを備え低振動を実現した新世代の水冷4サイクル2気筒エンジンを搭載。快適性を向上させたセダンで好評でしたが、ホンダの軽乗用車市場からの撤退によって1974年に販売を終了しました。1985年に初代トゥデイを発売し、軽自動車市場に返り咲いたホンダは、2代目トゥデイのコンポーネントを流用して軽トールワゴンに仕立てた2代目ライフを市場に投入しました。その後もマイナーチェンジやモデルチェンジを繰り返し、2008年に登場した5代目では運転のしやすさが特に配慮され、車両感覚がつかみやすい視界と見切りの良さを実現。4代目よりも高くなった前高と視界の良さで、室内空間は広々と感じられる作りに。その後のマイナーチェンジでも、安全性や快適性向上のための装備の充実を図りながら、後継車の N ワゴンの登場後、2014年に生産を終了します。使い勝手の良さが評価され、
価格も安価なことから、絶版軽自動車の中でも高い中古車人気を維持しています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。